らっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日は、まあ、今日からそう3日間3連チャーそう、チンパンウィークを開催したいと思います。そう、チンパンニュースウィークじゃなくてチンパンウィーク。それはなぜかってね、チンパンニュースとまた志村けんさんも見ていきますので、とりあえずチンパンウィークにしたいと思います。イエイ。でも今日はね、ジナがね、前からめちゃくちゃ見たかったチンパンニュースのおぎやはぎ入れてるエピソードなんですよ。イエーイ。だから早速一緒に見ていきましょう。なんかね、これジナが見つけた動画は3つに分けられてるから、とりあえずちょっと1本そのまま見れるんじゃなくて、ちょっとねカットしていくんだけど、気にしないでください。とりあえず見に行きましょう、一緒に。 OK、 ちょっと待てよ。うい、オッケー、見まーす、見まーす。どこ行った？あー。 There are 13.5 million elementary school students in Japan. The number of registered dogs is 17 million. Therefore, TV stations should create programs for animals rather than for children. So, this is the program for animals presented by animals.チンパンニュースチャンネル。テレビの前の動物の皆さん、こんばんは。先週からスタートしたこの番組は、動物の皆さんに向けた動物による動物のための情報番組です。司会は私、動物の中でもずば抜けた IQ の高いチンパンジーのゴメス・チェンバリンです。はい、拍手。はい、拍手。そして本日は人間界から素敵なゲストをお呼びしております。おぎはぎのお二人です。どうぞ。どうもどうもどうも。いやいや、どうもどうもどうも。拍手拍手拍手。いや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 、なんだいきなり。初めてだな、こういうタイプは。さてさて、ミスターおぎはぎといえば、今を遡ること4年前、記念すべき第1回 M1 グランプリで見事ファイナルに進出するも、審査員が引くぐらいの得点を叩き出し、見事最下位に輝いたことが記憶に新しいですけど。全然新しくないでしょうよ。そんな紹介ないでしょうよ。結構前ですからね。あわわわわわわ、嫌な記憶ですよ。そうですか。100票中大阪9票しか入んなかったんだから。さてさて、すごいな。そんなミスターおぎはぎですが、何でもポスターがあるとかないとか。あ、ポスター。あー、はいはい、持ってきましたよ。今日はね、どれどれ、これをね、告知にしに来たんですよ。はい、こちらこちら、いいですか。4月20日まだ今仕事してるでしょ。アクションアクションアクション。やりづらいな。せっかくポスター出てきたんだ。もこもこもこも、ポスター出てきた。困ったもん。違う違う、じゃなくて告知してからでしょ。出てきた時に拍手おかしいでしょ、ポスター出した時に。やらしてくださいよ。早くやってくださいな。頭が痛い、この二人には。はいはい、わかりました。あんたの番組でしょうよ、これ。はいはい。4月23日日曜夜7時からですね、チンパンニュースチャンネル1時間スペシャルっていうのがありますので、これの告知に来ました。いいぞ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 、もっとしろもっとしろ。もっとしろってこれぐらいしかないですよ。ないよ。よし、AD、ポスター貼っといて。あ、なるほどね。いやー、いいスペシャルでございますね。AD。あ、ポール。ポール。あ、もう悪いことしてないでしょ今。急げ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 。ちょっと何してんの。ちょっとおい、やめてください。そんな中にダラダラしやがって。何してんの。え、ポスター貼るんでしょ。悪いことしてなかったよ、ポール。ほら、ポスター貼っといて。エディ、ほら、ポール。ちょっと貼ってくれるんでしょ。貼ってよ。貼ります、貼りますよ。うちのポール貼りますよ。はい、おー、なんで、なんで、なんで、おかしいでしょ、エディ。なんでベストに向かって、なんだ、なんで、なんでこんなことするの。ポール、どうして、どうすんの。え、なんで。申し訳ない。何え、なんでこんなことすんの。いやいやいや、まあ仕事のできるやつではあるんですよ。ね、できないでしょ、ね、どう見ても。いやいや、ただちょっと態度がね。拍手。いや、拍手おかしいでしょ。何の拍手だ。拍手。ダメでしょ。ポールに拍手。ポールに拍手って何。払わなくていいの。拍手。ポールに拍手。おかしいでしょ。貼るんでしょ今のは。まあまあ、後で貼っときますよ、ポールが。なんで拾わないのあれ。ポール。AD。ポール、貼るなら今貼ってしまおうか。ポール。ポール、あれ持ってよあれ。ポール、ほら。いけないよ向こう。いや、私すげえ見てんだポール。さてさて、本日はミスターおぎはぎの人となりを紹介するおしゃべりだらけの月曜日というわけなんですが、うん、火曜日以降は動物のためのニュースを見ていただくので、そのラインナップはどうなっているんでしょうか。
今週はすべてチンパンニュースチャンネルスペシャルの内容をダイジェストで紹介するわけですが、何か特に見てみたいものはありますか？やっぱね、あの犬オネア、犬オネアね、僕らも出てるんですよ、だからもう面白さ十分に分かってますから、はいはい、みたいですね、うん、チンパンジーがこうミノさんの役をやってね、司会をやって、はい、やってくるとすごい面白い内容になってるんですよ、うん、ちなみにミスター矢作、はい、犬は好きですか？もう犬大好きですね、うん、犬は飼ってらっしゃる？もう昔飼ってました。でもちょっと死んじゃいましたけど飼ってましたよ。あら、じゃあ歴代の名前を言っていた、あわわわわ歴代の名前を、あわわわわ、何ですか？さて、ちょ聞かないんですか今のレギュラーの、ね、さて言わせてください。ミスターおぎはぎの人となりをたっぷり紹介したところで、いやしてないでしょ、してないよ今の。そんなミスターおぎはぎから何かお知らせがあるとかないとか。だありますよ、まあ、あるとかないとかってなんでその一言なんですか？そうそうそう、この番組の宣伝をしに来てんの僕らは。あなたの番組ですよ、分かってます。はいはいはい、うう頑張ってまーす告知俺こんなに告知しづらいの初めてですよ。はい、ね、それではしますよ。じゃあ、4月23日夜7時から、うん、チンパンニュースチャンネル1時間スペシャルということがありまして、僕ら犬オネアに出演しますので、はい、皆さんぜひ見てくださいね。はい、拍手はい、拍手。いやお二人はよく告知ができました。できますよ。ではですね、うん、そのスペシャルのダイジェストを30秒にまとめてありますので、はい、その VTR を見ながら改めて告知をお願いします。どうぞ。アメリカにチンパンジーが、ね、取材しに行ったんですね、はい、取材してるんです。これ取材ですか、あら木の上に行って。そうなんです。あ、ほらこれこれセレブ、セレブのね、家にこう行って、うん、あら、あら誰かのお宅にお邪魔してるんですね。誰かでしょう。ほらプールがあって、これの全部取材。ほらそれね、これ誰ですか？これウーリーモンキーっていうね、ちっちゃい猿なんですけど、これをね、あの全然違うお母さんが育てるんですね。違うお母さんなんですか？そうなんです。ほら、だって奇跡が起きてるわけですよ。かわいいでしょ。で、いろんな動物とじゃれ合って、ほら犬ともこうやってじゃれ合って。毛の中で犬ともじゃれ合ってますか？ほら、ウーリーモンキーかわいい。こうなってます。さてさて、今夜もそろそろお別れの時間でございますが、もう、はい、明日以降はですね、ミスターおぎはぎの恋愛観に迫ってみたいと思います。恋愛観に迫るんですか？そんな番組じゃないでしょ。それでは、だって喋りながらずっとこうやってるのおかしいでしょ何ですか？手を両手挙げて、どうしたんですか？はい、それでは最後はせーの、こもったまー、こも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 、やろ、困ったまどういう風にやっていいか全然分かんなかったですね。またしたせーのって言われても分かんないよこっちは。はい、ちょっとこい、待って、オッケーオッケー、皆さんオッケー、2番目いきます。なんか何で分けられてるのか分かんないんだけど、ちょっと待って、ういー、いきますよ。これなんだろうね、これ続きかな、見ましょう。There are 13.5 million elementary school students in Japan. The number of registered dogs is 17 million. Therefore, TV stations should create programs for animals rather than for children. So, this is the program for animals, presented by animals. Chimpan News Channel.テレビの前の動物の皆さん、こんばんは。先週からスタートしたこの番組は、動物の皆さんに向けた動物による動物のための情報番組です。司会は私、動物の中でもズバ抜けた IQ の高いチンパンジーのゴメス・チェンバリンです。はい、拍手拍手、はいはい、さてスタジオには昨日に引き続き人間界から素敵なゲストをお招きしております、はい、アングラ芸人、うん、ミスターおぎはぎです。アングラ芸人でしょうか、やめてください、ね、違いますよ、アングラでもないです。はい、拍手、拍手だったらしょうがないんだな。さてさて、昨日も予告した通り、うん、今日はミスターおぎはぎの恋愛観について話してみようと思います本当にそんなつもりあります？はい、今を遡ること1年くらい前ですかね、同じ人力車のアンジャッシュの渡部さんが久保田陽子さんとフライデーされた時に、くしきも同じ日、相方の小島さんとグループデートをなさっていたという形でミスターおぎはフライデーデビューを果たしましたね。まあそうですけど、別にいいでしょこんな話しなくたってこちらが掴んでいる情報によると、そのデート動物園に行ったとか。まあそうですね、動物園ですね。どういうことですか？いやいや、ちょっと昨日遅かったもんでね。え？え？
昨日遅かった。どんな動物を見たんですか？そうですね、まあやっぱ象ですね。象やっぱ好きで。あ、象ね、あんなの見てたんですか？あんなのっていいでしょ、あれ大きくて。ちなみにあれですよ、象は動物園の中で飼育員を襲う動物ナンバーワンです、ちなみに2位はパンダです。かわいいかわいいなんて言ってたらやられますよ、本当に。引くでしょ、盛り上がるべきではない。あくびはまずいでしょ、本番中に。あくびしないでください、ちゃんと寝てきてくださいよ。いやもう本当は引いて叱るべき動物なんですよ。動物の悪口言っちゃダメでしょ、動物が。ごもっとも。いやいやいや、その話頭がごもっとも。ごもっともですよ。それでは時間がないので先行きますよ。時間がないって何かあるんですか？恋愛感でしょ今はね。今日はですね、アメリカセレブ系密着 VTR をまとめてあります。ご覧ください。4月23日日曜日夜7時からの審判ニュースチャンネルは超豪華1時間スペシャル。動物の命を救うため不眠不休で働き続ける獣医たちに完全密着。さらに母親に捨てられた子猿をチンパンジーが育てる奇跡の物語を大公開。そしてついにチンパンニュースチャンネルアメリカ支局が満を持して取材活動を開始。 Welcome to Hollywood! チンパンニュースチャンネルロサンゼルス支部のジョン・マクマホマンジュニアです。レポーターはカリフォルニア生まれカリフォルニア育ちのジョン・マクマホマンジュニア。かっこいいね。パソコンを自在に操り、火の上での張り込みを得意とし、Hey you! 言うことを聞かない犬にはパンチを食らわす。そんなジョン・マクマホマンジュニアのトレードマークといえば、なんといってもこの自転車。渋滞なんて何のその、自転車一つでどんな取材現場でもいち早く駆けつける。その速さは他社の追随を許さない。そんなジョン・マクマホマンジュニアが4月23日日曜日夜7時から日本で放送される審判ニュースチャンネル1時間スペシャルのために用意したとっておきのレポート。これは取材してるには見えないけど、アメリカロサンゼルス発超 VIP セレブ犬完全密着レポート。綺麗な。3ヶ月にわたる事前取材の末、なんと愛犬のために1ヶ月で3万ドル、日本円にすると300万円以上のお金を使うという超犬好きハリウッドセレブを発見。日本では考えられないような絢爛豪華なセレブリティライフを完全公開します。なんて金持ちなんだ、オーマイガー。その超犬好きハリウッドセレブの名はトレッタ・イグレシアスさん、27歳。すごいね。ロスの最高級住宅街の豪邸に住む彼女のご主人はセレブをターゲットにした不動産売買事業で成功し、20歳も年下のミス・カレッジにも輝いたトレッタさんのハートをゲット。英語に映画にありそうな、これこそがアメリカでの成功の証なのだ。すごい、羨ましい。レポートしてください。そして4月23日日曜夜7時から放送のチンパンニュースチャンネル1時間スペシャルでは、そんなコレッタさんの愛犬ジョージアちゃんとジュニア君の驚くべき贅沢ライフを完全公開。え、犬よりも金髪美女のことをもっと知りたいって。それではここでコレッタさんクイズ。お、クイズだ。愛犬に月300万円をつぎ込むコレッタさんのバストは88センチの E カップですが、ミスターオビの彼女のバストは一体何センチの何カップでしょうか。お答えください。さあお答えください。いやこれいいだろ、お前答える必要ない。こんなミスターオビの彼女はコレッタさんのより大きいのかそれとも小さいのか、どうですか。その気になるんですか、それが。さあ気になるの。時間がありませんよ、どうするんですか。さっきから時間気にしてるけど何なんですか時間って。いいですか。何それ気になる。彼女のバスト気になる。はい、答えはどうぞ。そうだね、クイズですからね。80センチの B カップ。小さい。ほら、なほらちょっと言わない方がいいんだよ。何これひどくない。だから言わない方がいいんだって。ひどい、ひどいのこれ。何これ、また明日。ひどい。ひどい、ひどい。え、よいしょ、よいしょ、びっくりした。何これ。また明日。バイ。めっちゃおもろい。ちょっと待って、皆さん3つ目いきます。ちょっと待って、どこいった。あ、オッケー。
よぼめっちゃおもろい。でも絶対あれでしょ、ゴメスはどんだけ何カップだったとしても絶対小さいって言ってきそうな気がするけど、どうどう思います皆さん。絶対そうやろ、おもろ。なんかちなみにあれ、これイグレシアスってあれ、エンリケイグレシアスの娘かな、めっちゃ有名な歌手なんですけど、合ってんのかな、わからん。とりあえず3つ目いきます。そう、これで最後やね、確か。ちょっと待って、ほい。 There are 13.5 million elementary school students in Japan. The number of registered dogs is 17 million. Therefore, TV stations should create programs for animals rather than for children. So, this is the program for animals, presented by animals.Japan News Channel。テレビの前の動物の皆さん、こんばんは。先週からスタートしたこの番組は、動物の皆さんに向けた動物による動物のための情報番組です。司会は私、動物の中でもずば抜けた IQ の高いチンパンジーのゴメス・チェンバリンです。はい、拍手拍手。さてさて、昨日に引き続き人間界から素敵なゲストをお招きしております。メガネ芸人のミスターおぎやはぎです。もう今更さ、もう何も紹介にするのなくなっちゃったんですよ、もういきなりメガネ芸人になりましたけど、何でもミスターやはぎは若い頃、元気が出るテレビの幸せの黄色いハンカチというコーナーで好きな人に告白をしていますね。なんで、ええ、どうして知ってんのそんなこと。すごいすごい情報。何これ。知っておりますよ。痛い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 。叩いてんの自分を。どういうことなんですかこれは。頭が痛いニュースでさ。頭が痛い。それをですね、蒸発していたお父様がたまたま見ていて、何年ぶりかで連絡をしてきたあの、ね、という経歴をお持ちですが、あの当時を振り返っていかがですか。いかがですかじゃないですよ。だって蒸発はしてないですからね。離婚はしましたけど蒸発じゃないですから。ね、何で笑ってんですか。笑ってごまかしてる。ちょっとまだ結構傷ついてるんですよ、それ小さい時の出来事だから。そしてお母様はアメリカの兵隊さんと再婚なさって、今ニュージャージー州にいらっしゃるそうですね。全くしてないですよ。どこの情報ですか。テキサス州ですか。違います、州が違うじゃん、日本にいますよ。頭が痛いニュースだよこれは。もう何、もうチンプンカンプンですよ私は。もうチンプンカンプンって何ですか。ガッカモッガッカモッ、うん、用意、回転したと思いました。何回転、何よこれ、回転、ごめんちゃー。今ごめんちゃさあ、よいしょ、ジーン。何何もう、いやいやいや、ミスターオギン乗ってないのかい。これおかしいでしょ、よく司会大抜擢されましたね、これ。さてさて、そんなメガネのミスターやはぎにお見せする VTR は、4月23日夜7時スペシャルで放送されるヤンキーモンキー子育て奮闘記です、どうぞ。2006年春、60種類350頭羽の動物たちが暮らす栃木県の那須ワールドモンキーパークで、ある重大な問題が起きていた。何？その問題とは、4ヶ月前に生まれたウーリーモンキーの赤ん坊ダイちゃんの母親が母乳をうまく出せず子育てを放棄してしまったこと。ウーリーモンキーとは、南米アマゾンの熱帯雨林地帯に生息する柔らかいウールのような毛に覆われている猿で、本来は群れで生活する習性を持つ。多いね、初めて見た。そんなウーリーモンキーの赤ん坊ダイちゃんは、まだ立つこともままならない状態で、唯一頼れる存在だった母親に捨てられてしまったのだ。人工保育では動物本来の能力を伸ばせない。そう考えた飼育員さんは、意を決して園内の有力者たちに相談を申し掛けた。実はウーリーモンキーの赤ちゃん、大ちゃんのお母さんが子育てを放棄してしまいました。我々人間が育てることも考えてみたんですけど、豚いらないでしょ。やはり同じ動物である皆さんに育ててもらった方が大ちゃんのためになるのかなと思いまして、どなたか大ちゃんを育ててくれる方いませんか。しかし、いるの、どうしよう、豚が手を挙げたら。重苦しい空気が流れる会議室。冗談じゃない、他人の産んだ猿なんか育てられるかい。あら、それに育てたら何か得があるの。あらら、俺は犬だから無理。まあね、弱肉強食の動物界、一見冷たい意見に飼育員さんが諦めかけたその時。あ、お、あたいが育てるよ。あらあら、
名乗りを上げたのはメスチンパンジーのアカネだった。すごいじゃん、素晴らしい。こうしてこの日からチンパンジーのアカネが母親に捨てられたウーリーモンキーのダイちゃんを育てるという筋書きのないドラマが始まった。全動物界注目、チンパンジーアカネの子育て奮闘記は4月23日日曜日夜7時からの審判ニュースチャンネル1時間スペシャルで完全放送。涙なしでは見られない親子の愛の物語、うん、お見逃しなく。これはいい話だね。いや楽しみですな。いやこれ、おいどうしたポール、ポールが何やら持ってるんですよ。あちょっと何その態度。申し訳ないがミスターオギー取ってきてもらえますか。おポール職務放棄か。あミスターオギー、あの紙を取ってもらえますか。何、あ怖い怖い怖い取って取って、ありがとうございます、ありがとうございます、申し訳ございません。ここでテレビをご覧の皆さんに臨時ニュースをお伝えします、うん、今テレビを見ていたミスター矢作のお父さんからファックスをいただきましたのでご紹介します。ケン今山梨にいるよ、いやちゃんと読んでる、会いたいな、どうですかミスター矢作。そんなに試合で読めないんですか、一個一個こうやってやらないと。一文字ずつちゃんと指さしてこう読んで、いかがですかミスター矢作。だからそんなファックス来ないでしょすげえ謎ミスター矢作、はいはい、あれを見て、クククク、何あれ。最高だよポールのドッキリは。いやドッキリ大成功って書いてあるんですけど、言うほど成功してないでしょ俺全然ドッキリしてないですよ今。投げてんの成功してなかったってことでしょ。大成功だ、それじゃあまた明日。何これ、さよなら。ちょっと何教えるのが早い何これ、また明日。ひどいな、ひどい、最高だよポールのドッキリは。ドッキリ大成功してないでしょ。笑った笑った笑った。何鬼の手まで投げようとして、めちゃくちゃ良かった、皆さんありがとうございます。これめちゃくちゃ好きです。で今回のチンパンニュースを見て、あれだよ、あれ見たいんだよ、そのスペシャル。皆さん見たことあります？ちなみに見たことないんだけど、それまた今度にします。そう、めっちゃいいな、めちゃめちゃいい話、いい話ばっかり、いいな、いいと思います。とりあえず、まあ、今日はチンパンニュースで、明日は志村けんさんの動物園のエピソード、まあその中のどれか、はい。でその後はそう、なんかまたすごいの、このチンパンニュースのまたすごいのを紹介したいと思います。ではでは皆さんお待ちしております。またまた明日と明後日も遊びに来てくださいね。そして金曜日は普通の動画で、土曜日はまた生配信やります。今回はちゃんとね、あの YouTube にいじめられないようにちゃんとしますねではでは皆さんありがとうございました。またまた明日会いましょう。ではじゃねー、ごま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 、頑張ったもん。ほらもう覚えた、よし覚えた覚えた、オッケー、じゃじゃね皆さん、バイバイ、さよなら、じゃねーめっちゃおもろかった。そうそう、まさにおすすめあればコメント欄にどうぞ、ぜひぜひお待ちしております。じゃね皆さん、バイバイ。